ドムニクマンです。今回はこちらの2つの商品をご紹介していきたいと思います。それでは早速紹介していきましょう。まずはじめにイタリアンボルケーノレモンジュース1リットル ×2 本入り、お値段が1098円でした。1本あたり549円です。こちらジュースコーナーに売ってて新商品だと思います。初めて見ました。レモン大好きなのでついつい買ってきちゃいました。名称有機レモンジュースストレート、原材料名有機レモン果汁、内容量2リットル1リットル ×2 本、保存方法直射日光避け常温で保存、原産国名イタリア、開封後は冷蔵庫で保管しお早めにお召し上がりください。栄養成分表示はこちらです。100% オーガニックレモンジュースみたいですね。レモンは農薬使われていることが多いのでオーガニックはありがたいです。1リットルが2本入ってます。で、瓶なんですごく重いですね。ここに JAS のマークもあります。おしゃれな瓶ですね。レモンっぽい。USDA のマークもあります。すごく酸っぱそうなんですけど適度な酸っぱさがいいなと思ってます。早速飲んでいきましょう。色がすごい濃いですね。見た目はグレープフルーツジュースっぽい色をしてます。いただきます。あっちゃー、あ、これレモンジュースって書いてあるんですけどレモン果汁かもしれない。すごく酸っぱい。うん、酸っぱ。てっきりレモンジュースかと思ったんですけどこれは多分レモン果汁です。このまま飲めないですね。ちょっと飲んだんですけど厳しい。お肉と一緒に合わせて食べたいなと思いました。炭塩に絶対合う。皆さん気をつけてください。レモンジュースではなくてレモン果汁です。ポッカレモンみたいなもんですね。間違っちゃった。レモン果汁としてはすごく美味しいのでおすすめです。でもこんなにいるかな。すごい大容量です。賞味期限が2020年11月10日だと思うので半年近くで切れちゃうのでこんなに必要ないよという方は買わない方がいいです。業者向けですね。レモン好きなので焼肉と食べたいと思います。続いて美容系韓国高級珍味チャンジャー 300g 入り、お値段が通常968円のところ200円引きしてて768円でした。こちらはリピート商品です。割引してる時に買うようにしてます。結構昔に紹介したものなのでもう一回紹介したいと思います。商品名チャンジャー 300g、 名称タラの胃腸の塩辛、原材料名スケトウダラの胃腸米国産、水飴、食塩、唐辛子粉、大根粉末、ニンニク、砂糖、マルトデキストリン、ごま、塩コショウ、発酵調味料、ソルビトール、調味料、酸化防止剤、甘味料、酸味料、着色料、香料などが入ってます。内容量 300g、 保存方法冷蔵10度以下、原産国名韓国、栄養成分表示はこちらです。賞味期限2020年4月19日までなので買った日から約1ヶ月近く持ちます。肉厚で柔らかいスケトウダラの内臓を特製ヤンニョムに漬け込みました。長期熟成。こんな感じの瓶に入ってます。早速開けましょう。ギリギリまでたっぷり入ってます。もう真っ赤ですね。
まずはこのまま食べてみましょう。結構肉厚もしっかりしてますね。いただきます。うん、辛い。喉がしびれる辛さがあります。辛さは結構あります。私はいつもここにごま油をかけて食べてます。すごい美味しいんですよこれ。うん、辛いけど美味しい。ごま油をかけることによりすごく香りも良くて、ちょっとだけですが辛さも緩和でき、焼肉屋さんで出てくるちゃんじゃに変身します。めちゃくちゃ美味しい。味はすごくしょっぱいので、お酒飲まれる方のおつまみに適していると思います。私はご飯にかけて食べたりもしてます。コストコで試食があるとご飯の上に乗せて出されてますね。結構ピリ辛で食欲が進みます。で、コメント欄で教えてもらったんですけど、ここにクリームチーズを入れて食べてる方が結構いるみたいなので、クリームチーズ入れてでも食べたいなと思います。こんな感じで今回はチャンジャとレモンジュースのご紹介でした。最後までご視聴ありがとうございました。チャンジャはすごく美味しいのでおすすめです。レモンジュース、ジュースって書いてあったからジュースかなとてっきり思ってたんですけど、全く違いました。失敗。ただレモン果汁はすごく好きなので、まあ、それはそれで良かったかなと思います。ちゃんじゃにごま油も足してブリーチーズちぎって入れていきたいなと思います。おすすめなブリーチーズです。こんな感じでブリーチーズを入れてちょっと混ぜ混ぜして食べたいな。絶対美味しそう。うん、美味しい。合いますね。チーズの味が後からしてきます。最初はもう辛さでいっぱいです。うん、お酒飲まれる方はすごくいいおつまみになると思います。私はちょっとご飯にかけて食べようかな。さあ、ついに待ちに待ったものが届きました。コストコオンラインショップで買った品物が家に届きました。注文してから発送しましたよっていうメールが来るまで6日間で、家に到着して7日間でした。なので1週間ぐらいは見た方が良さそうですね。こんな感じで段ボールに入って梱包されてますね。コストコって書かれてます。箱もコストコ仕様ですからね、いいですね。じゃ早速開けていきましょう。私はケトル頼みました。オープン。じゃ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 ーん。ダンボールの中にダンボール。おお、いいね。カッパー色で、こんな感じのケトルを頼みました。じゃあ早速開けていきましょう。ミントも来た。オープン。わーお。説明書と綺麗な色合いだね。おお、いいね、いいね。おお、チョコさん待って。おお、いいですね。あ、結構重さもあっていい。適度な重さ。で、ケトルの下。ちょっとチョコさんどいて。袋あげる。袋あげるから向こう行って。よいしょ、よいしょ。ミントさんは段ボールに入っちゃいました。狭くない？大丈夫？あ、やだやだやだ、ダメダメダメ、やめてください。やめてやめてやめて。あ、バカバカバカ。こんな感じでキャップもついてますね。
おお、いいいい、いいんじゃないの。うん、すごいいい感じ。ここはちょっと透明だけど、他は色的にもすごくいいですね。雑貨屋さんでこんな感じのケトルを買おうと思ったんですけど、ケトルというかこういうお湯を沸かすやつを買おうと思ったんですけど、7000円8000円ぐらいして結構高くて買うの断念したんですけど、こちらの商品送料込みで2980円でした。すごいお手頃な価格ですよね。ティファールのケトル今まで使ってたんですけど、コーヒー入れる時とか先が細いとすごく使いやすいなと思い、こういうのに今回しました。いいですね。いい感じのおしゃれなケトルが買えてよかったです。コストコオンラインショップいろいろな商品売ってるので、まあ、これからもいろいろと見ていいのがあれば買っていきたいなと思います。オンライン限定のものも結構あるので楽しめますね。ちなみにこちらの商品もオンライン限定商品です。でオンライン限定で気になってたものがあって、まな板が気になってて、それも買おうかな、どうしようかな悩んでるうちに売り切れてしまいました。木のまな板なんですけど4000円ぐらいだったかな。長方形のものと扇形のような種類があったんですけど、両方とも売り切れてました。まあ、時々オンラインショップも拝見しつつコストコ楽しんでいけたらいいなと思ってます。この取っ手の部分とこの部分は木っぽいですね。中はこんな感じ。ちなみにこれの製造会社が愛知県にある会社みたいですね。アピックスインターナショナル。オンラインショップ見たことないっていう方がいましたら、ぜひサイトを見てみてください。いろいろな商品が売ってます、まあ、店舗に売ってないものを買うのがいいのかなと思います。また次の動画もお楽しみに。コストコオンラインショップを毎日見るのが日課です。